皆さんこんにちは。今日はフルーツヨーグルトを使ってオートミールケーキを作ります。電子レンジで加熱するだけなのでとっても簡単、すぐに作れちゃいますよ。ふんわりもっちり滑らかなケーキです。こちらが主な材料です。卵1個です。クイックオーツ 50g です。大さじ3杯のお水を加えてしっとりさせます。トッピング用のキウイフルーツです。市販のマンゴーヨーグルトを丸ごと1個使います。生地が滑らかになるまでホイッパーで攪拌します。最後にベーキングパウダーを小さじ1杯です。マンゴーヨーグルトが甘いので甘味料は追加しません。今日はココットを使って丸いケーキを2つ作ります。ブルーベリーヨーグルトやいちごのヨーグルトを使ってもとっても美味しいケーキが作れますよ。加熱時間は電子レンジによって調節してくださいね。甘酸っぱいマンゴーヨーグルトの匂いがしています。
試しください。冷たく冷やしてもとっても美味しいです。